チャンネルわこんばんは、宮崎なほこです。なほこチャンネル、今週は合唱曲ウィークということで、特にリクエストの多かった合唱曲を中心にお届けしております。今日、89曲目はゆずさんの友旅立ちの時という曲です。2013年にリリースされて N コンという NHK 全国学校音楽コンクールの、中学生の課題曲として歌われて、もう本当に多分たくさんの学校でこの曲みんなが歌ってるんだと思うんですが、私今回みんなに教えてもらって初めて歌ってみて、こんな素敵な曲を学校で音楽の時間にみんなで歌えたら、もうどんなにか音楽の時間がより一層楽しいんだろうと思って羨ましくなりました。なんかこう、私中学生の時すごく感じていたのは、合唱曲、学校で歌う、みんなで習う曲と、テレビとかで流れてる J-POP とか音楽で、ちょっとどちらも素敵なんだけど、なんとなく位置づけが違うというか、なんとなく違うものっていう感覚があったんですけど、こうやってみんなが好きなアーティストさんが作った楽曲をみんなで歌うっていうのはすごく素敵な機会、なんかそれが近づくっていうか、すごく素敵な機会でいいなと思いました。この曲で歌唱コンクールで金賞を取ったっていう人も確か YouTube のコメントに、あったかと思います。みんなそれぞれ合唱コンクールね、終わった人も、これからの人もいるかと思うんですが、みんなそれぞれ素敵な思い出になったらいいなと思っています。今日の曲です。ゆずさんの友旅立ちの時。先にどんなことが待っていても、
やっています。よかったら遊びに来てください。そして YouTube チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。宮崎なほこでした。